ではあの第3部ですかね、えっと、核融合というテーマであの今回1時間お送りできればなと思います。えっとまあ、あの一番初めの,えの全体のセッションでありましたがあのエネルギー問題というのはいまだかつてないほどあの注目をされていますし あの、ウクライナショックを機にですね、あの、エネルギー安全保障の話も含めて、あの、かなり前提が変わってきているという中で、まあ、その大きな課題を解く、えー、まあ、フロンティアにいらっしゃる今日お三方にお越しいただいております。で、あの、まあ、 今後30年でですね電力の需要ってあの3倍ぐらいに広がるよねと言われていますしあの、まあ、脱炭素の文脈も含めてですねあの電力発電する手段自体に今かなり注目が集まっているとでちょこっとだけの市場のマーケット感だけちょっと冒頭にあの補足させていただくと今あの、まあ、アメリカを中心にですねあの核融合に対する投資マネーめちゃめちゃあの。 ま過去3年5年の間で増えている中でまあ約えっと6ビリオン US ドルまあざっくり言うと1兆超えですかねそういうお金が民間からあの出ているというところがあの特徴ですこれまであのイーターという大きなあの核融合のえ国家を横断したプロジェクトを中心に開発が進んできたものが民間主導で核融合を実用化するということに今注目されているとでその中でですねまああの40社以上の えっと核融合・炉を作るスタートアップがまあ世界で生まれてきてるんですけれどもえっと今日あのお越しいただいているえっと2社が炉ですね核融合の発電をするところにチャレンジしているという会社であとあのもう1社あのえっと長尾さんのところがえっとそれを発電システムとしてえっと実用化していくようなプラントエンジニアリングをやられている会社というところであの非常にあのまあ今までの 今、世界が今注目する最先端のところを、えっ、ー、と、走っていらっしゃるというところです。で、あの、あとはマーケットで言うと、あの、ちょっと、先、昨年ですかね、面白いニュースとして、あの、マイクロソフトが、あの、ま、サム・アルトマンが出資しているヘリオンっていうスタートアップに、えっ、ー、と、2028年にもし発電のシステムがちゃんとできたら、えっ、ー、と、何メガワットですかっけ ?50 メガワット分、まあ、大体、あの、世帯で言うと4万世帯分の電力を、 買いますと直接契約し買いますっていう宣言をして結構業界のニュースになったんですけれども、まあ、こういったそのこの技術が成立すると直接あの、えー、と電力会社とかマーケットを通してじゃなくてですね買いたいっていう人が今後出てくるんじゃないかみたいなそういう観点も含めて非常に注目されていますで今日はあの大きく3つのパートであのお話をちょっとしていきたいなとあの議論していきたいなと思うんですけれどもまずそもそもなんで Y 核融合、えー、となんで核融合が 今、急にすごい注目されているようになっているのか。で、あの、こ,これが実現できると、世の中はどんなふうに変わりますかっていうところがパート1ですね。で、その次に、えっと、実際これ核融合を実現できると、産業,にどあの産業構造として、どういうふうに 世の中を潤うといいますか、そういったことが期待されるのか、そのあたりを伺いたいのが2つで。あと最後にですね、これ日本を主語にしたときに、あの、日本の産業を新しく起こしていくところで、まさにあの今日お三方があのチャレンジされているところから、どのような勝ち筋があるのかという、そういうところをちょっとお伺いしたいなと思います。まずはじめにそうですね、あの、現状の核融合の開発の現 あの到達地点この辺りをちょっと松尾さんからお伺いしていってもいいですか核融合についてはもともとの1930年代ぐらいから始まったと言われて、まあ、1950年代ぐらいから本格化したっていうふうに言われてるんですけれどもなので歴史的にはかなり長いんですね。 で昨今特にやっぱり電力需要の問題で、まあ、あのどう考えても今後電力もっといるよねってなったときに、まあ、核融合っていうものがまあ再注目されるようになったっていうことがまあ大きかったのともう一つはまああの2021年22年ですね、まあ、核融合いろいろな方式があるんですけれども。 まあその方式で非常に大きな成果がいくつか上がったということでいわゆるその研究開発だけをやっていた時代から徐々にその商用化みたいなのが見せられるようになってきたということでいろんなスタートアップ世界で今40社以上あるって言われてるんですけれどもそういったスタートアップがしのぎを削ってそういうものを目指していくっていうところのパスが見えてきたっていうのは段階としてはあるのかなと。なので あの本当にこれまではただの研究開発だったものが、まあ、2020年代を境に、まあ、この商用化っていうところに向かって、まあ、あの一気に進んでいくようなあのフェーズ今あそこの転換点にあるみたいなあのところなのかなというふうに思っていますそういった中で何が進化したから技術的に実用化が見えてきたのかちょっとこの辺りをどっちらかというとエンジニアリングの世界から結構幅広に見ている長尾さんからもお伺いしたいんですけれど何によってアクセラレートされたでしょうか まあちょっとネガティブな話で言うと、やっぱりこう地球温暖化がもう謙虚顕著になってきてるから、今のエネルギーのその仕組み、構造自体はやっぱり変えなきゃいけないっていう話はやっぱあるんですよね。だから石油、化石燃料に頼っていた状況の中から、まあ、核融合っていうのはその、 なんだろうな。エネルギーは資源であるっていうのが今の日本人の常識で、資源がないから日本はなかなかこうエネルギーを外に頼らざるを得ない。だけど、核融合っていうのは、そのエネルギーは技術で増幅することができるっていうことを意味するので、この核融合技術があれば、なんだろう、に日本に関しては今はエネルギーを作り出すことができるような、そういうふうな技術のパラダイムシフトを起こす装置なんですけど、あの、まあ、エネルギーの構造自体を抜本的に変えることができるので、まあ、そういう、ま、ロシアの話だったり、まあ、地球温暖化の話、え、ごめんなさい。 核融合はあの温暖化ガスを出さないので、そういった意味で構造を変えることができるっていう意味で、やっぱりやらなきゃいけないよねって話あとやっぱりリスクマネーに対する考え方がグローバルと見ても変わってきてるので、技術はちゃんと投資すれば、しっかりとあの実現することができるっていうことも、まあ、宇宙だったり、えー、EV だったり、そういったことでやっぱ分かってきているんですよね。そういったところが背景になって、まあ、ガッとアク,セルアクセルが踏まれているような気はしますね。ありがとうございます あのそういった中で田口さんの,あの取り組まれているスタートアップでは結構その国の研究機関とのある種そのコラボレーションといいますか連携のもとで、まあ、実用化するというところをあのドライブされているわけですけどもちょっとその辺りもお伺いしてもよろしいですか おかげさまでというか、最近はあの政府の方も核融合をちゃんと実現するために産化学連携をあの本格的にやるということで、かなりその国全体としてのドライブがかかっているので、まあそれが国の研究機関にも降りてきていて、あのまあ先日、その国立の研究所、まあ世界でも名だたる研究所ですけども、まあこことえマクローズドな まあ連携協定をですね弊社も結ばせていただいてということで、ちょっとずつあのかなりいいモメンタムができてきているので、これはあのもう1つ、QST という別の研究所もありますけれども、こちらもドライブがかかってきているというのはありますので、この勢いはと心さずにずっとえ官民、あるいは額で,すかねで連携してやっていけるようなあの空気ができつつあるんじゃないかなと思います。 これ核融合のユースケース物自体はすごく電力だったりちょっといろんな用途があるとは思うんですけど電力は本丸だとしてそれ自体はコモディティなものじゃないですかでただその使われ方がそのえっと、まあ、先ほどのマイクロソフトの話じゃないですけれど どういう形で初めての実用化がスタートとしてあの多少コスト高くても買うように近い話かもしれないですけどされていくのかなこの辺りなんかご意見ある方いらっしゃいますかオフテイカーといいますかあの需要側の方の観点で。あじゃあ私から言いますえー、っと 供給の仕方はまは大きく2つあると思ってまして、まあ、今のマイクロソフトみたいにクローズドに、まあ、プライベートに電力を供給するというのと、まあ、もう1つはあの、まあ、グリッドに流してです、ね、あのやるというのが、まあ、両方ありえると思ってますし、弊社もまあ2つとも視野に入れています。 であの今コストの話が出ましたけれども、まあ、当然その最初に作った核融合炉とかは当然トライアルの意味合いもあってコストはどうしても高くなる部分があると思ってますが、まあ、それはあの次第に減退していくというのがまず仮説としてあるのとあとはあのやはりその、まあ、コモディティ化という言葉がありましたけれども、えー、CO2 が出ない。 で放射性廃棄物も高レベルののが出ないでずっと安定的に運転できるみたいなんですね。まあ、こういったあの付加価値が非常にありますんで、まあ、そこはある程度最初本当の純粋な経済的な意味での、えー、コストだけじゃない価値っていうのはですね、やっぱあると思ってますし、まあ、だからこそこれだけ期待が集まってるんじゃないかなというふうには思ってます。いろいろその核融合の発電のあの核融合反応を起こす方式、その松さんが取り組まれているレーザーだったり、あの田口さんがと取,取り組まれている。 ヘリカカル型だだっったたりりトマクいろいろあるわけですけれどもこれ実用に耐えられるようにするにはどれぐらいの,その建設を数をこなしていかないとある種ちょっとこなれてこないのかなっていう多分これがその実用化までの時間軸の話とも結構関わってくるんじゃないかなというふうに思うんですけれどもこの辺りあのちょっと答えをパ,パッと言うのは難しいかもしれないんですけどあのどうでしょうかあのちょっとエンンジニアリング観点で 長尾さんから先に日本だと原子力って2方式ってイメージすごいあるけれども海外見ると別に10個以上ある多分多分建設している時は30方式ぐらいまで増えたんじゃないかな。でそれがまあ日本だと2方式で落ち着いてるけどグローバル見たら全然違う方式いっぱいあるんですよね。っていうのはちょっとエンジニア的な発想でいうとやっぱあるんですけど。 まあでも結局15年、20年ぐらいかけてそこをこうやっぱり意思決定して決めていくというプロセス、どっちかというと生存競争的に生き残るというよりもマネジメント的にもこれに決めてやってるしかないよねみたいな話では早く持っていかないといけないような気がしますよねじゃあ、まあ、今はいろんな方式の可能性を探っているがどこかのタイミングである種、まあ何、何個かに類型化されていくんじゃないかに,それに近いと。まあ,現あの 核融合ロ」炉の方で言うとちょっと2人には悪いけど僕は「トカマク型」が来ると思ってるんですよね。そ,そこが正直言うと時間軸で言うと一番最短なパスだと思っていてその後のプラントエンジニアリングのところでまた複数方式あるんですよ。だからその辺の「まあ、ちょっとそこはあの2人でいや違うだろう」と「トカマク型じゃねえだろ」っていうのはどんどん言っていただいていいんですけどあの僕はま,まず「トカマク型ではないですね」<laughs> <laughs> じゃあちょっと松尾さんも一言いただけると。あ そういう意味で言うと最初のご質問に戻りますと基本的には例えば今イーターっていう計画が一番大きな計画として国際連携のもと走ってますけど あのこれはあの南仏に今建設中でして膜型なんですね地場閉じ込め方式の床膜型といわれる方式ですで。これはなぜ作ってるのかというと一応その商用炉までのまあ段階としてあの実験炉原型炉そして商用炉っていう、まあ、3ステップ踏まないといけない中でいわゆるその実験炉をまず国際連携のもと作りましょうっていう意義のもとをまあ始まった研究ではあるので、まあ、基本路線の考え方としては実験炉原型炉、まあ、商用炉。 といいうようよななパスになると思いますでこの原型炉っていうのは実験炉とは違ってあのしっかりと発電、まあ、いわゆるその供給できるレベルの、まあ、発電をしましょうっていうのが一つで最終的には省油、まあ、炉っていうパスになると思います。まあ、我々そのレーザー核融合ってあの違う方式をやっていてでレーザー核融合の場合はあの少しあの異なる性質があってあのモジュール開発が結構簡単にできるんですね。 あのというのは、ロー全部を作るというよりは、そのローがまがかなり小さいんですけれども、まあレーザー、同じレーザーを何百本も並べるという方式をとっているので、例えばそのレーザー1本だけちゃんと開発を仕切れば、まあ、あとはその量産という形になるので、まあ我々の方針としてはいわゆるまず発電事象とにかく、まあ、ある程度のレーザーの規模感であって、それ以降、すぐに商用化というふうにあの刻んでいるんですけど、それはなんか多分、方式によって違うのかなと思いますもし田口さんもあの一言いただけるようであれば。 とまあ、装置という意味ではあの、まあ、我々がやっているヘリカル方式というものとさっき出ましたトカマク方式というのは、まあ、ほぼ同じ磁場、えー、で閉じ込めるという、まあ、ドーナツ型の磁場で閉じ込めるという、まあ、共通した技術を使っていましてこれはもう世界中で相当数の装置がもうすでに作られていてで、まあ、そうあのかなりそのプラズマという燃料の部分についてはです、ね、もう出口が見えたので、まあ、イーターなんかも進めているわけですけどもあのそういう意味ではあの装置の建設自体はもう相当やっている、えー、実績はあるというところですね。 でここからあの商用化に向かっては、さっき松尾さんからあったように、まあ、実験炉、なんだっけ、原型炉、えー、商用炉、まあ、またその間に実証炉を挟むというようそんなのもありますけども。 まあ必ずしもそういうステップを踏まないといけないというわけではないので、あの弊社もですね、えー、次、あの自分たちで最終実験装置と呼んでいる装置をあの作る予定です。まあ、それぐらい、それ最終と言えるぐらいですね、あのもう実験が進んでいるので、えー、まあ比較的小型なものを1個作って、まあ、次作ろうと思っている2034年のですね、これは発電やると言ってますが、 あの単にちょっと電気が出るというものではなくて1年間連続運転ができる最大出力100メガワットの発電ができるというまあほぼ商用といっても差し支えないぐらいのものを2034年に作ろうと思ってますただこれはまあそれなりにイーターほどではないにしてもそれなりにサイズがあるのでエンジニアリング的にチャレンジもあるでしょうしまあそれをどんどんまさに2号機以降でこなれさせていってまああの建築期間も短くしてコストも安くしていってっていうのがその後のコマーシャライズで大事になってくるところだと思います 次に2つ目のパートで産業を作っていくという観点でもぜひ皆様のご意見いただきたいなと思ってます。日本もいろんな核融合の周辺の各モジュールを作るような大企業さんだったりいろんなところに波及する可能性があるなというふうに思っていて投資に 皆さんの会社に投資されている会社さんも結構やっぱそうそうたる会社が並んでいらっしゃるなとであのこの一つどういうふうな産業が作られる可能性があるのかこの核融合発電をある種実用化することによってちょっとこの辺りを少し全体像も含めてちょっと皆さんから見た景色をちょっとお伺いしてもよろしいですか。だから松尾さんんからすいませんはい あの核融合っていうのは技術的には多分大きく2つのパートがあるかなと思っていて1つあの核融合を生み出すっていう方の技術ですね例えばレーザー方式であればまあレーザーをまあそのもの、まあ、あとはレーザーを制御する技術ですとか磁、まあ、場閉じ込め方式であればまあ超電動のコイルを使ってますので、まあ、そういったところのまあ技術 一方でまあエネルギーを取り出すっていう方の技術もあってそれは共同富士山さんが取り組まれているようないわゆるプラントエンジニアリングみたいな分野もあるでしょうし、まあ、ブランケットっていうまあ特殊なこう壁を使ってる、まあ、そこにまあ中性子っていう覚悟で出てきたまあエネルギー体をこう当ててエネルギーを生み出すんですけれども、まあ、そういった分野のまあ材料としての,まああの産業みたいなのもあるのかなと思ってます。 なのでこうエネルギーを生み出すところっていうのは多分各方式いろいろなまあ産業が生み出されるというふうに考えていてまあ取り出されるところっていうのも共通して材料とかまあそういったものをあの作っていくようなまあ技術の会社さんっていうのはかなり重要視されるんではないかなというふうにあの考えてます。レーザーのことに限って言うんであれば先ほど言ったようにレーザー自体がかなり重要ですのでいわゆる工学ですね。 それはそのミラーから、まあ、レンズからそれのコーティングから、まあ、そういったものを高精度に制御する機械からということで、まあ他の分野と比べて特徴的という意味で言うとあの部品があのかなり小さいというところが特徴なので、まあ、ある意味、中小企業さんとまあ連携しやすい分野ではあるかなというふうにあの考えています。ががととます尾さん核融合の産業クラスターは日本ここれまで経験したことが あまりないような領域になるんじゃないかなって僕は思っていてあの核融合を作るんだとしたら日本のメーカーだけでできるっては到うやっぱ思えないんですよねグローバルなメーカーが手を取り合って例えばじゃあアメリカに一機作ります日本に一機作ります発展途上国にじゃあ一機作りますって感じでその なんだろう、核融合を作る集団が、こう、一つの国どころでこ、こ、ま、国を回っていくような感じで、どんどん作っていかなきゃいけないようなものになると思っていて、その中でも、なんでしょうね、その、石油を掘ったりするのって日本そんなに得意じゃないけれども、核融合の領域に関しては結構日本のメーカーが真ん中にしっかりと座れると思っている。それぐらい技術が強いんですよね、日本の技術が。なので、 日本のメーカーさんでどっちかというと国内の需要を満たすことをこうやってる会社さんがいてあるいは日本で作ってそれを外に輸出物を輸出するような感じな多い業態なんですけどまあ例えば日本だと日記さんみたいに世界に行ってプラントを作ってそれをグローバルにこう協力してどんどんこう回していくようなそういう産業クラスターになっていくんですよでまあ松尾さん言ってくれたようにとはいえパーツコンポーネントみたいなレイヤーで言うと日本の中小企業さんの技術が本当に光っていくので 日本である程度モジュールを作って、船で運んで、向こうでこうちゃんとしっかりと日本のメーカーが組み立てていくようなで、それをグローバルでマネジメントするような、そういう産業になるので、結構初めての取り組みに近いんじゃないかな、まあ、いいチャンスかなというふうに私は核融合の話をするときに、産業化とか、どういうその相撲が広いとかですね、そういった話もあるんですけども。 私はあのそれをあんま興味ないというかですね、えー、とむしろ雑音だと思っていて、えー、と今核融合やるんだったらやっぱ本丸のエネルギーを生み出すための労の完成を一心不乱に目指さないと結局この分野の産業で結果的に勝てないと思ってるんですよね。 であのまあ、日本は、まあ、さっきお二方おっしゃったようにあの、まあ、ものづくりとかです、ね、その辺強いので、まあ、当然その辺はある程度のポーション取れると思うんですけれどそれで例えばアメリカが開発した炉に日本が高性能の部品を納めますというともうこの3四4 0年負け続けている産業構造が全く変わらないという状況になると思ってまして逆に言うと日本しかそのエネルギー炉を作れないよという、まあ、そこのノウハウをきちっとやればです、ね、エネルギーを生み出せるプレイヤーが日本から出るわけですから、まあ、ある意味 産油国とかです、ね、オイルメジャーみたいなエネルギー業界上のパワーを持つことが可能になるというふうに思ってるんですよね。で、ここ、まだ取れる可能性があるので、我々もできると思って、弊社もできると思ってますが、えー、まずここを本気でやるべきだと思ってます。後のところは、それからついてくるというぐ非常に何てていますか、核融合炉および発電そのものが、何ていうか統合型の, <laughs> あのテクノロジーになるので。 まあ、あのトヨタがあの自動車産業で派遣を取ったようにまずそこちゃんと取ろうねっていうそういうメッセージというふうにあの理解しましたありがとうございますでその最後に3つ目ですかねあの、えっとまあ、これ技術そのもののガチンコ勝負技術まあエンジニアリングのガチンコ勝負だと思う,の思うんですけれどもこれをそのに日本がや,やはり勝つためにはどうしたらいいのかっていうのがこれは国策にも結構近いところだと思うので。 あのそれがアドバンテージと、あと今後のチャレンジ、課題みたいな、そういう観点で、ちょっと各社さんの主語にした形で全然構いませんので、あのお,お話しいただきたいなと思ってまして、先にじゃあ、田口さんからっていいろいろあるんですけども、えっと、まずはやっぱもう、お金突っ込むということですね、国として。であのアメリカととかかかはあの民間から数千億円とかいう金が 核融合スタートアップに流れてきたりしてますけど、日本で今この瞬間、それは絶対に起こらないので、えー、もしくは国策とかですねエネルギー安全保障とか経済安全保障っていう文脈で、この技術は大事だと思うんだったら、国として数千億円とか1兆円とかいうレベルで、ドカンと、えー、突っ込まないといけないと思ってます。がでンイ飲スですけども、弊社だけじゃなくて、ですねスタートアップのように、ガンガン自分たちが主体となって開発して実現するんだっていうですね、まあ、勢いを持ったところに、お金をどんどんつけていくと。 でえー、まあ一つの方式だけじゃなくて、当然、レーザーもいいし、できそうなものにどん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 お金をつけて進めてもらう、これが今、やるべきことだと思いいます、ね、高尾さんかかがでしょう私はやっぱエネルギーの世界って結構やっぱ複雑にできていると思っていて、えっと、日本単独で進めて、技術を全部取りに行くのって、やっぱり限界があると思ってるんですよね。 エネルギーって世界中でやっぱり必要とされてるし、エネルギーで地獄のことだけを考えてしまっても弾かれてしまう。中で、やっぱり今日本が取るべきなのは、アメリカだったりヨーロッパだったり、核融合が視覚的に回っている産業、まあ、どっちかというとこう、なんだろう、まあ、世界は2つに分かれているとするならば、日本が属している人たちの国としっかりと核融合戦略を立案して、グローバルスタンダードをうまく日本側に寄せた形で政策的に動いていくようなやり方。 をしっっかかりとていかないな日本単独でいくと弾かれてしまうかな。なので、そこはロビー活動、グローバルロビー活動はとても重要な論点かなと思います。あとはまあ田淵さんとおっしゃっている通りだと思いますけど、まあしっかりとまあお金をかけて、そこはやっぱり取りに行くっていう戦略を明確にして、スピード感のあるスタートアップだったり、まあ,あの企業ですよね民間企業の方でしっかりとまあ軸足を取っていくっていうことがまあ求められるかなと思いますね。そうですねまああ我々もあの 2社と同じような考え方ではあるんですけど、まあ、まずはその目,ざ目指すっていうことがまあ一番重要で、まあ、もし国としてやるんであれば国としてお金をかけてあの目指していくのがまあ良いかなとは思うんですけれどもとにかくだから商用路、まあ、発電実証ぐらいいい目指していくっていうススタンスですね、まあ、一方でその、まあ、お金のかかり方っていう、まあ、現実路線でいうと、まあ、イーターって今2.5兆円ぐらい使ってるんですけれども、まあ、それ世界7局で今分担してお金を支払ってる状態なんですね。 いわゆる一体の実験路で2.5兆円でもちろんこれは R&D 費用も含まれているので次の実機っていうのはまあ1兆円ぐらいできるだろうとは言われてますけれどもただその,その規模感でやっぱり投資をしないといけないっていう、まあ、現地路線に立ち返った時にじゃあなんでそんなお金がかかるんですかっていうとやっぱりあの部品とかすべてのものがまあ一点物なので高いっていうのが一つあるでそういう意味では国際協調でちゃんとその企画を作って、まあ、その日本側にそういうものを寄せて、まあ、グローバルにサプライしていくっていうことも重要ですし まあ弊社としては、まあ、せっかくそのレーザーって応用範囲の広い技術を扱っているので、まあ、そこであの産業化をしていって、まあ、そのいろんなところで使われるので安くなりますよということを、やっぱ取り組みとしてやっていかないと、まあ、数千億円で商用路を作るみたいなことは、まあ、現実無線で言うと難しいかなというふうに思っているので、まあ、そういう観点ではその国際協調も必要ですし、産業化もまあ必要だっていうスタンスです、ね、ちょっとあのロビー活動に関して、少しお伺いしたいんですけれども。 これって今現状日本のなんていうか声ってどのぐらい大きくてあとは立場的にど,ど,どんなポジションなのかであと誰がその声を打ち込んでいくとある種あのグローバルスタンダードを少し日本寄りにできるのかみたいなそのあたりってイメージございますかまあ国としての発言 まあ、存在感はそれなりりあると思いますやっぱり技術的にもあの世界トップレベルのものを持っているしあのそれこそイーターにも、えー、日本は10%ですかねのお金を出しているので、えーまあ、それなりにはあの敬意を払われていると思いますが立ち位置で言うと僕はこの間、えー、っとアメリカとですね、まあ、日本がそのフュージョンの核融合の分野で協力していくというのも出ましたし、えー、っと日 A ですね、えー、UK ともやっていくみたいな話があったんですが。 私はちょっとあのこの声明を、まあ、遺憾に思ってまして、えー、なぜかというと、えーまあ、両国ともです、ね、日本にはそのサプライヤーとしての役割を期待するということを比較的前面に出しているということなんですね。なので、まあさっき、まさにさっき申私申し上げた3、3四4 0年変わってきてないこの負け構造をです、ね、そのまま日本はどうぞやってくれと、で俺らたち、ロを作るからというようなあの、まあ、立ち位置に見られていると、我々っていて、私は思っていて。えー まあ現状そうということですね、なのでまあ核融合のど真ん中の産業で日本があの勝つとは思われてないと思います、まあ、今はたぶんその程度の認識なんですね、でこれをまあどんどんもさらに打ち込んでいくなら、基本的にはやっぱり首相レベルであのやっていかないといけない話だと思います。顔を示さないと、そこのモメンタム変わらないよねっていうことに近いという感じですかね。 そうですね、まあ、結果と、あとはその結果に向けた、まあ、さっきの施策の話もありましたけれども、施策として、そのサプライチェーンだけじゃなくて、ですね、えっと、日本でもちゃんと俺たちが世界初で作るという、まあ、それぐらいの意気込みをちゃんと反映した方針を出さないといけないということだと思います、うん、なるほど他なんかこのあたり、ロビング及よび、まあ、立ち位置的な部分って、ご意見あります <laughs> あのまあ、ロ,ロビーングっていう、まあ、だ誰が要はその主体となるかっていうのが、まあ、現状決まってないっていうところが、まあ、かなりその、まあ、まだこうドライビングフォースとして今一歩あの抜け出せないところにあるのかなというふうには考えていて。 まあもちろんその日本にはすごく優秀な重工メーカーさんだったりとか、まあ、技術を持った会社さんたくさんありますけれども、まあ、どこもまあ完全にその核融合を責任を持ってやりますというふうにはま,あまだ言えない状態だと思うんですね。それはそのなぜかというと多分技術成熟度という観点からもまあコスト的に見合うのかという観点でもまだその人類が未踏の地なので。 やっぱりその見えてない景色っていうところが多いっていうところがまあかなりあのまあ難しいところにあるかなと、なのでまあ僕らの方針という意味で言うと、ま,あ、そのまずはやっぱりそ,のそれこそ結果を出すじゃないですけれども、あのこれもう量産してくれたらもう所有できますよくらいのレベル感はまあスタートアップがリスクを取ってまあ主体的に進めるべきだという主張なので、まあ、とにかくそこを全力で目指すと。まあ、一方でで最終形態ですね その最終形態ってさっき言ったように何兆円という話なのでじゃあそれをそのスタートアップ1社だけが担いますかと言われた時に、まあ、あの現実路線として難しいところあると思うので、まあ、それはまあその大企業の皆さんですとかまたその国際協調という分類でも、まあ、その皆さんと協力しながらやるみたいなことは重要だと思うんですけどとにかくその最初の,まあそのドライビングフォースを作るという意味でも 最初のこの発電実証のところをとにかく小回り聞く形でとにかく抑えて技術的に実証するっていうのは、まあ、一番重要だなというふうに思ってますなのでちょっとロビー活動とあれなんですけども、まあ、それがやっぱりロビー活動にも効いてくるんだとは思いますじゃあちょっと一度あのここでパネルの時間閉じて皆さんからの質問をあの募りたいなと思いますありがとうございましたあの商用化の後の話を聞きたいなと思っていて えー、日本でその商用化できたとし、まあ、もしくはどっかの技術で商用化できたとして、日本のその将来のエネルギー構成比ってどうなるイメージをされてますかっていうところと、その商用化できたところからその社会浸透してみんなの普通に使っていくってところまでのなんかステップでなんか重要なマイルストーンだったりとかアクションってのがあれば聞きたいなと思ってます。よろしくお願いします。松尾さんと田口さんから、あ、ありがとうございます。えー、っと構成比はですね、これもまあ、それこそ時間軸によると思うんですけども、最終的にはあの。 まあほぼ核融合。で、えー、と一部ですね、その、まあ、需給の変動に合わせやすいっていう意味に言うと、やっぱガス火力ってすごく便利なので、えー、と一定残るんじゃないかなと思ってます。再エネは無理のない範囲内で使えばいいんじゃないかなと私は思ってるぐらいですね。はい大体そんなステップを考えてます。で、実装のそのまあスピードというか、については、あのー、 今、再稼働したりしている原発をです、ねえっと、積極的に止めに行くとまあコスト的にも結構しんどいとかです、ね、あるいはそんなにすぐに核融合炉もボン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 立たないというのもあるので、まあ多分今、寿命が見えている感じの範囲内で原子力は使いながら、でその電力をあの駆使してです、ね、あの核融合炉を作るのにも当然あのエネルギーがかかりますので、えー、それでまあ核融合炉をどんどん作ってリプレイスしていくという、そういったあのステップを踏んでいくことになると思います。 例えばレーザー核融合っていう観点で言うとあの昔あのまあレーザー核融合中心ってあの日本とアメリカとフランスなんですけども一回集まってまずその世界のサプライチェーンの全体とかを考えた時に どれぐらいの量をそのレーザー核融合で代替できそうかなみたいなのを一回、まあ、あの簡単に議論したことがあってあの正式な回ではないんですけども、まあ、その時出た結論はまあ20%くらいかなみたいなのがまあおおよそですねそれはあのどれだけそのサプライチェーン特に高額部品かなりそのまあ特注品が必要になるのでそれをどれだけそのサプライヤーの皆さんが頑張って供給するかにもよると思うんですけども、まあ、現実路線としては2040、まあ、年代後半ぐらいで20%くらいっていうのがまあ妥当な数値かなというふうに あの考えてますで国内っていう観点でいうとやっぱり一番重要なのは国産のエネルギーが作れるっていうところかなと思っていてやっぱりあのこの核融合の一番の魅力って要はその技術で発電してるんですよねその資源じゃなくて。 なので、そういった観点で言うと、その技術で発電できるっていうのはやっぱり国産のエネルギー足り得るというか、まあ日本が得意とするところでもあると思いますし、まあ実際そのレーザー核融合の工学部品っていうのも日本のサプライチェーン全体でまあすべて賄い切ることができるっていうのがまあ魅力だと思うので、まあその何パーセントあのまあ賄えるかっていう以上の価値っていうのがやっぱりあるんだと思います。特に日本のエネルギー自給率パーセントくらいだと思うんですけれども、まあなんか30%ぐらいになると滅びるって言われてるんですよね。外部からエネルギー供給を断たれた。 時に例えばそこを20%置き換えるだけでもギリギリその30%ぐらいはいくので、まあ、そういった観点でかなりその核融合っていうのは単純なエネルギーリソースっていうだけの魅力じゃない魅力っていうのがあるというふうに思っていますこれ電力はあのグ,リッドなのグリッドで考えると遠隔地にあるところとかだとコスト許容で結構高いんですよね。あのキロワットあたりもう数十円みたいなところ当たり前になんなら100円台みたいなところの地域もある。 なのでど、どこで使われていくのかっていうエントリーポイントは、多分、そういうところからきっとあるんだろうなっていうのは、どちらかというと見ていて思うのと、あと、今、マッキンゼが去年出したやつですかね、あの、キロワットーあたり7から15円くらいだと、2050年まで20%リプレスされるだろうっていうふうに、試算はされてますと。で、グローバルの電力需要って、あの、4から6。 えとトリリオン US ドルって、むちゃくちゃでかいんですよね、すまあ、400から600兆みたいな話で、そこ20兆って、もとんでもない話なので、そう思うと、生、まあ、成 AI の話も含めて、もっと多分電力需上,上振れすることを思うと、やっぱそこを埋めていくだけでも相当なシェアになるだろうなっていうのは、質問、その他、いかがでしょうか。あじゃあ再生ベンチャーズの斉藤です 私自身はあの製薬業界におりましていかにこう新薬を開発するスタートアップを日本からどんどん生み出していくかっていうことをやってるんですけどやっぱ非常に話があの似てると思いましてでご質問はディープテックでスタートアップを作った皆様にどう,こうファウンダーあるいはビジネスマンと出会ってどう,こう人を引きつけてどうこのディープテックの投資家 に魅力を見せていったのかとという経緯とあとは今後何が足りないのかというところをあのご質問ささせてください今弊社で20から30名ぐらいの、えー、事業員の方と一緒にお仕事をしていますしあの株主の方もあの複数名あのいらっしゃいますが、えー、この分野に関してはです、ね、あの人を引きつけるのにそんなに苦労したという思いではありませんで、まあ、私自身ももともと核融合の専門家じゃないんですけれどもやっぱこの核融合という分野の持つ強烈な 魅力というかですね面白さ可能性の大きさっていうのがあるのでそこはあの私は分野に助けてもらってるなというふうにあの思ってますね。あの非常ににそこに共感してくださる、 えーまあ、従業員株主の方々に恵ままれてきてるなと思いますでこれからはあの、まあ、それに,さらにその輪を大きくしないといけないのであ,の、まあ、ある意味イノベーターっぽい方々がこれまでは味方になってくれましたけども、まあ、これからその社会実装に向けてやっていくには、まあ、なかなかその動きにくいような方々にも仲間になってもらわないといけないので、まあ、ちょっとその輪を動かす大きくするためのモメンタムをです、ねえー、とさらに大きくしないといけないしまあその一環として。 えー、フュージョンエネルギー産業協議会という業界団体も先日立ち上がっているということもあったので、まあ、これをどんどんあのドライブしていくことが必要だろうなと思いますじゃあ、まあ、私からそのディープテックスタートアップという観点から言うとあの製薬とか医療系のスタートアップさんってかなり参考になるかなと思っていて。 例えばああいう医薬品の業界ってある意味実証の途上でも M&A されたりとか、まあ、その上場したりとかっていうのはそこが評価されて上場するっていうこともありうると思うんですよねで。核融合っていうのはまだそういう段階にはないんですけれども、まあ、宇宙系だと徐々にそういうふうになってきてるかなと思っていて、まあ、我々もあのとにかくまあそこの実証に全力疾走していってで正直その核融合が実用化された後の世界観って私も見通せない部分があってもしかしたら20%でも多く普及するかも かもししれませんし逆にその局所的にここだったらできるかなみたいなところから局所的に始まっていくかもしれませんそれは正直言うともう分からないんですけれどもただやっぱりその医薬品とかそういう医療系のスタートアップさんみたいにその実証とにかく頑張れば上場できるんだとか今まででされるんだみたいなのが土壌としてあるとほ他のいろんなところがボコボコと生まれやすいのかなと思っています。 まあ、うちの会社もでもどちらかというとやっぱりねあの田口さんと同じなんだけど、まあ、この業界の魅力を誠実に語ればあのまあエネルギーってやっぱり業界に携わってる人多いので,あのでその中でもやっぱり日本の立ち位置っていうのでこう悶々としてる人が多い。 いい状況だと思うのでそこはやっぱり変える最後の手段かもしれないなって、やっぱ閣業の話すると、お互いやっぱ思う部分があるので、そういった方はこう魅力にやっぱ感じていただけるので、ビジネスレイヤーの人でも、すっと入ってくる方、これをちゃんとその人生の,あの重要なあのミッションとして捉えていただける方っていうのは意外と多かったなっていうのが、うちも大体今100、2 0 30人いるんですけど、そういう感覚で採用できてるかなと思います。で 事業会社投資家を見つけるのはやっぱりそれなりに難しいですね。あのー、VC の人たちになるとやっぱりこう売りに向けた算段を当然考えられるので15年後になんか成功するって言われても全然投資できませんみたいなところをいかにこう短いえ状況の中でマネタイズしていくかみたいなところの説明やっぱり工夫しました。でも メーカーさんとかそういうい事業会社さんであれば、ある程度こうエネルギーのところにちゃんとしっかりと根を張って、長期的なことを考えていらっしゃる方っていうのは結構多いので、その方々はあの株価がどうとか、いつエグジットとかそういうのはあんまりこう気にされないので、われわれの会社も初めは VC だけど、途中から事業会社が多くなっていったっていう経緯はありましたねありがとうございます。 お金の稼ぎ方みたいなところの、まあ、と IR の文脈でそういう子も意識されたということなんですけど結構その事業の特性上ず,ずっと持ち出しというか、うん、と10年間くらいなんならあの売り上げが立たない可能性もあるよねっていう,、まあ、そ,う,いうそれでいてでも実現で,できた暁でかいと。そそこってその 途中でお金を稼ぎながらそれもうまく使ってやっていくっていう考え方とまあでもこの事業ってそういうものじゃなくてどっちかというともう大きく集め何とか集めてで大きいリターンを作るんだっていう社会的なインパクトを作るんだっていうそういう考え方もいろいろあるのかなと思っているんですけどこの辺りの,その経営およびそのマネタイズというかまあキャッシュフローの観点でどの辺皆さん意識されて普段経営されているのかなみたいなこの辺りをちょっとその。 まあ、創業初期から今っていう観点で、ちょっとお,お話を伺いたいお伺いしたいんですけど、いかがでしょうかあのそれはですね、あの弊社は後社の,の方に全振りしている、えー、会社でして、あのこれ、創業の時きにもう決めました、あの議論はしましたけども、えー、決めまして、えー、結局、の他のことやってると、ですね核融合炉自体の完成が遅れるだけなので、えー、とそれ結局、そのバリューにならない、結局、世界で最速でやるっていうのを目標にしてますから。うん えどんどんその後ろずれしていくっていうことをよしとしないっていうのが一つとどのな道例えばその要素技術を売ってまあ弊社の場合ですね超電導とかなんかそういうのを売って数億円稼いだところでどうせ開発に数百億円とか一千億単位でいるのでそんなの足しにならないんですよねなのであのやるだけリソースの無駄ということで核融ごろ自体の開発に全振りしてるっていうあの弊社はそういう立場です。 あのまあ、弊社の場合ですとあの、まあ、リードの投資家の方がアンリさんっていうあの民間投資会社でそこの脱炭素ファンドっていうところを初めての投資を受けたんですけど、まあ、担当の,あの鮫島さんっていう方にあのいつそもそも核融合ってできると思ってるんですかみたいなのを聞いたことがあってそしたら2050年くらいかなって言ってたんですよね。ということはまあ,あのそういう意味で、まあ、2050年と思ってるってことは、まあ、そこでその。 いわゆるその商品まあ我々はその10年とか15年という単位でエグジットを見なさいという中でまああのそこを商品にしていくというのはまあかなりその難しいところはあるかなと思っていますしでまあ逆にそのリードの投資家の方がそういうふうに言ってくれているので我々としてもその全力でそこを目指すとまあとにかくまあ発電するというところを掲げてやっていくというふうにあの基本的にはしています。 一方でその、まあ、いわゆるそのエグジットみたいなのを考えたときに、まあ、大体その10年後、まあ、8年10年単位の絵姿みたいなのを見たときに、まあ、我々その多分途上だと思うんですよねその商用路を作る手前の段階で何かしらの形で、まあ、価値を社会から認めていただかないといけないっていうふうに考えたときにまだその途上なので。 社会から見た時にこの技術の価値って何なんだろうみたいなのは分からないと思うんですよね。そのどれだけ自分たちがレーザー核融合で世界の最新の成果を持ってるんだってアピールしたとしても、まあ、あの社会から認めづらいんだろうなと、まあ、見える化されづらいんだろうなっていう観点で我々その応用のところもやっていて例えばそのレーザーの制御の部分であれば加工にも使っていけるのでその加工をそのものすごい大企業の方にもす既に使ってもらえてますとか。 他のそのハイパーレーザーの,あのいわゆるその即,即興っというあの距離を測る技術があるんですけれども、まあ、あのそういったものっていうのが、まあ、どこかで使われてますみたいなのをいくつかそのパイプラインとして持っておいて、まあ、技術的にも価値があるっていうのを認めていただきやすいような形に持っていくっていうのは一つ工夫はしてますけれどもただあの基本路線はヘリカルフュージョンさんと同じでやっぱりその発電実証とにかく全力でやっていくっていうのが基本スタンスです。うんあ うちはちょっと違うんであれなんですけど僕らの会社はどちらかと,とやっぱりその R&D をやめたらしっかりと黒字になるレベルの R&D はちゃんとやっていきたいだけれどもやっぱりビジネスもしっかり回しておくべきだろうっていうふうなことを考えている会社なんですよね。でなので核融合炉をまあ作ると、まあ、これはごめんなさい2人とはちょっと違う意見になっちゃうんだと思うんだけど核融合炉を本当に作ると1兆円かかるんですよね。で 車とかだと、まあ、500万の車をこう買ってこうキャッシュをこう回していけるっていう感覚なのであそこまで僕は産業が伸びていったと思ってて核融合作るのにいきなりマイナス1兆円かかってそれからこう。 なんでしょうあの、毎年利益を得ていきますっていうのってなかなか簡単じゃないと思う。そうすると投資家さんだって必要になるし、エネルギー関係で投資してくれる人っていうとどうしてもオイルメージャーだったりアメリカのファンドだったり、こうなっていったりするときに、やっぱり投資家さんに認められる形でビジネスモデルを組んどかないとゴールまでいけないよねっていうふうにちょっと思っていました。あの、創業当初からですね。なのでそういったところで、あの、しっかりとマネタイズもできる。でも R&D もして、え、しますと。 でそのときぱ参考にしたのはアマゾンでいざとなとき R&D 止めたら黒字に戻れますよという状態を常に示し続けることが一番の,そのいいバランスかなというところでちょっとやらせていただいているというのがうちの会社の方針ですね。そうですねあの1点付けさせていただくとあの私あの、創業当初はあの、まあ、とにかく後者に全振りしよう、まあ、それだけを考えて生きていこうと思っていたんですね。であのお金をあの日本政策金融公庫さんから借りに行ったときに あの最初あの、まあ、創業医師、結局受け入れたんですけれどもあの、1兆円貸してくれって言ったんですよ、その担当の人に。そしたらそのあの、広告ってあの実際、30何兆円って運用してるので、まあ、30分の1って考えたらいけるかなとあの思いましてで、1兆円って言ったら、いや、松本さん、1兆円ってあの1億の1万倍ですよって言われて。 その時はっと確かになと1兆円って言ったらなんかいけそうな気がしたんですけど1億の1万倍って言われるとあ結構きついなというふうに思いましてでそういった観点で、まあ、レーザー核用って小回りが利くのでその発電実証だけをとにかくで発電実証のところであれば、まあ、大体私の試算だと260億円とか、まあ、270億円ぐらいのレンジでいける。 まあ、いわゆるミニマムの実証という観点ではそれでいけるので、まあ、量産のところは正直言うと分からないんだけれども、まあ、医療系のスタートアップさんとか、まあ、そういった薬品の、まあ、スタートアップさんと同じような形でとにかく実証を目指すんだということに、まあ、スタンスとしてはちょっと切り替えたというところはあります。なので、はい、あの長尾さんの言った通りあり1兆円ってかなりあの大,大きいお金で、まあ、皆さん知ってると思いますけれども <laughs>、はいあとねあのビジネスやってていい,い,い効果としてはやっぱりねその いろんなガラパゴス化しない自分たちだけ RRD やっちゃうと自分たち資料になっちゃうんですよねそれがやっぱり世界のこういろんな核融合メーカーのこうどの辺まで進めているかとかどれぐらいの品質基準とかどういうこのえ企画をあの狙っていった方がやっぱ打ち込みやすいんだとかっていうやっぱ勉強になるんですよね僕らとしても本当にさ完成路完成プラントを目指す時にもそこでこう使用したこととかあるいはその社員の R&D もやんなきゃいけないけどビジネスも両輪やんなきゃいけないよねっていうこのセンス感覚みたいなものが結局最後生きてくるような気がしてて僕はなんかやっぱそう,そういう意味でもやっぱりビジネスってあの重要だし、まあ、ビジネス回してないとやっぱりまあやっぱ結局は金繰りがきつ,いなきつくなるだろうなっていうのが、まあ、思いとしてあるかないやでも経営哲学がかなり反映さあの経営哲学がそもそも会社の生き死に分けるくらいの話なのかなと特にこういう領域においては。 という、まあ、ラーニングなのかなと思います。他、皆さん、ご質問、どうでしょうか。あの、ちょっとなんか、答えにくい質問、いいっすかせっかくなんで。いや、あの、これ、上場すべきなのかっていう問いはあるじゃないですか。すごく難しい問いだと思いますし、ある種、その、資本市場と常に相対するコストと、あの、 まあ事業を化するところって結構トレードオフ発生するなとも思っているんですけれどちょっとこのあたり皆さんあのまあ経営哲学の話の延長線でちょっとお伺いしてもえっとか考え方次第だと思ってるんですけど私はあのちゃんとした核融合発電炉を作ることが唯一最大の目標なのでそれに資するんであれば上場すればいいしそうでなければやらなくていい。 いいう考えでいます例えばその最初の商用炉なりまあ発電炉です、ね、を作るときに自分たちで1000億円出さないといけないねってなって、まあ、そしたら上場した方がが資金上達したらいいという話もあるかもしれませんし逆にその上場じゃなくてどっかそのシェルとかです、ね、が金出すから作ってみなよって言ってくれればそうすればいいと思うしというまああの手段かなと思ってます僕はあの上場するべきだと思っています。 というのも、核融合の技術っていうのはやっぱりインフラなんですよね。で、これは、うんと、プライベートの会社で運営されるよりも、やっぱり、あの、公の会社で運営されるべきものじゃないかな、性質として。そういうふうにやっぱ捉えているところがあるので、やっぱり上場して後期の器として、あの、いろんな株主にもしっかりと見られながら、まあ、会社経営をやって、世の中にちゃんとこう、しっかりとこう、基盤として根を張っていくような会社を目指すべきだなって思っているので、あの、私は上場した方がいいかなとは思っています。 私の会社の場合はもともと僕が創業した当時の思いとしてはあの国産のエネルギーを作りたい。 なので、まあ、レーザー確保症量をまあ最速で目指すっていうのが一、まあ、つ会社のまあ方針としてあるのでなのでその点では、ね、田口さんと同じような形でいわゆるそこにまあより効率的であるんであれば上場すればいいと思いますし別にそっちのよりも他のいい方法があるんであれば、まあ、上場せずにっていう方法もあるのかなととにかくそのより効率よくレーザー確保症量が目指せる方法をまあ取るっていうのがまあ今の方針ではありますけど、まあ、一方でそのまあ上場するっていうのをまあやりたいなという気持ちもあって というのは、上場できるくらいにはしておくべきだという方針で,でそれはなぜかというとあの僕あのバックグラウンドがお二人と違ったのはアカデミア出身なんですね、もともとアメリカの大学で研究しててでそこで、ま、書くようになったのであまりその経済のことを、ま、ちゃんと分かってない可能性あるんですけれども単純にその上場するとあの株主が増えるということですよね。 だからその全員株主仲間につけたら、まあ、今は VC さんとか特定の事業者さんからしかお金を入れてもらえないんですけれども個人からもっとお金を集められるかもしれないという意味であの上場していろんな方からまああのお金をこう、まあ、分けていただいてというか、まあ、その夢にかけていただいて目指すというのも、まあ、なんかいいなってあのちょっと思っていてそういう意味であの株主が単純に増えていいなという,、まあ、そ,うそういう意味で上場したいというのは、はい、あります。手段であるととということと まあそのこの事業の特性を踏まえたときにえまあパブリック透明性及び仲間づくりも含めてえ手段としてうまく使えるんじゃないかとそういうメッセージですね。あのー、非常に何ていうか経営難易度の高い領域だと思うんですけれども,もしぐっとご質問あればな,なければ追加であじゃあお二人いあ一度にまとめていただいていいですか実現タイミングがぐっと前倒しになる 可能性の環境変化例えば宇宙の取り組みがガッと進んでくるとか地政学リスクというものがリスクではなく実際に分断がされる状態になるとかテクノロジーのこれが来るといけるっていうようなトリガーポイントっていうんですかね。2050 2035 2040とか20に行く っていうそのものが何なのかっていうのをもうちょっと教えてもらえると嬉しいなと思いました。あ、松村さんもいただいていいですか。はい、はい、すいません2回目です。えっ、ー、と例えが適切かわからないですけど、錬金術研究の時ってたくさん副産物ができたじゃないですか。その意味でなんか核融合スタートアップとかその産業に注目する核融合完成以外のその面白いところだったりとか、転用可能性みたいなところ皆さんから見えているものがあれば教えてください。 一点目のご質問で言うと、あのめめちゃくちゃあると思います。その短くなる理由っていうのは、逆にと短くなる理由しかなくて、っていうのは、あの核融合っていうのは結局技術なんですよね。 なのでその技術さえ確立してしまえばあとは量産っていうだけなのでどれだけ世界がその核融合に対して注目するか注力するかによってそこのスピードっていうのは、まあ、我々が思っているよりもはるかに速く可能なる可能性があってそれが多分あの例えば国内、まあ、日本国でいうと2050年っていうのが一、まあ、つの商用のベースロードにつなぐってああベース宣言につなげていくっていうのが一つの目標ですけれども、まあ、あの他の国だったら2040年とか、まあ、スタートアップだと一番早いところ2028年とかって っ言ってるのはまあ、多分そこの要素っていうのはかなり大きくあるんだろうなと思ってます。なので、基本的にはまあ短くなる要素しかないっていうふうにあの考えています。で、そのまあ錬金術研究との兼ね合いでという意味で言うとまあ、我々のまあ会社に関して言うと、そのまあレーザーっていうものを扱っている会社。特にそのハイパワーのパルスレーザーというものをま使っている会社としてはまあ加工にそれを使ってより効率的な加工を実現したりとかですね。 あとはその即居っていうあの意味ではあの物の距離を測れるので飛翔物との距離をまあ正確に測ることができるという意味でまあ一度ニュースになりましたけど宇宙デブリの補足とかをやってみようとかですねまあそういったまあそれはあの我々がやってるというよりはオーストラリアの会社がやってることに我々が参画しているだけなんですけれどもそういったまあ面白い技術の派生系みたいなのは本当にたくさん生まれる可能性があって。 特にそのパルスレーザーのハイパワーのものっていうのがごくごく最近でき始めたものなので、まあ、そういう意味では人類にとってそもそも新しい技術なんですよね。それはまあ私の場合は核融合に生かしたいっていうのがあるんですけどもそれをその他のことに利用してみたいっていう方がまあいらっしゃるっていうのは、まあ、あのあの事実はあると思いますので、まあ、何が生まれるかはちょっと分からないんですけれどもな何かを生まれるとは期待してます。じゃあ私からも、えっと、1点目のところはですねあのちなみに弊社は2034年に 1>, えー、1年間連続運転できる100メガワット、最大出力100メガワットのものを作ろうとしているという、えー、ことを掲げてますので、えーまあ、国が言っていたものよりはだいぶ短いと思ってます。34年というと、ちょうど10年後ですけれども、えー、と後半の4、5年は建設だと思ってまして、まあ、そう意味では R&D はもうあと前半、4、5年ぐらいで終わるということなので、まあ、そんなに先の話ではないと思っていますというのが、あのまず1つ目です 2つ目の話は、あのさっきのビジネス化ともちょっと関係すると思うんですけれども、あのレーザーはあのおっしゃった通り、非常に産業的な応用範囲が広いので、活躍が多いと思っています。で私たちがやっている地場閉じ込め方式というものは、あのさっきもちょっとありましたけれども、超電導という技術がコアの技術としてあります。で今は 従来使われてた低温超伝導というものではなくて、えっと、比較的、まあ、それより少し高い温度で超伝導状態が発現するという高温超伝導という技術を使ってまして、これは従来の技術に比べるとかなりコンパクトにできるというものです。で超伝導はあの皆様ご存知のところで言うと、病院の MRI とかですね、あとはリニアモーターカーとか、そういった非常にこれも産業的な幅が広いところなので、まあ、そういう先端技術が各横から生まれて、他のところに転用されていくというのは十分可能性はあると思います。えっと、僕もあの 時間のま、実現の前倒しは全然あると思います。結局その、ま、トカマキ型とかのロードだと、も核融合反応の起こし方っていうのはある程度分かってるんですよね。あとはではそれに耐えうるその装置時間の延命みたいなところを必要になるので、結構課題はもうかなりクリアになっている。まあ、10ヶ月ぐらい連続運転装置が耐えれないと、やっぱり商業が向けていけないので、10ヶ月間ぐらいまでこう寿命を伸ばすにはどうしたらいいか。 いうそこの話と、あとその、まあ、得られた中性子を熱に変えて、電気に変えてっていうプロセス、ここはもうすでに原子力発電とかでトレーニングされているところなので、もうくっつけて持ってくるだけなんですよね。ただ、あの、今からは本当に2人とも言ってくれたように、早くなる話しか出てこないんじゃないのかなと思っているので、まあ10年、長くて15年とか、えと、ー、まあ、それかかるかもしれないけど、建設プランが本当に立ってくるっていうのはもっと早いんじゃないかなと思います。 なので結構前向きに私たちみんな捉えてるんじゃないかなと思っているのとあと派生技術に関してはあの結論言えませんなんですよ。たくさんあります。でそれが一個一個やっぱりビジネスのネタになっていてあの自分たちの会社の中でもどうやって儲けにいくかっていうのは結構悩んでるんですけどポテンシャルめっちゃあると思いますここは。ではあの時間が残り3分弱なのでちょっと皆さんから一言1分弱くらいで。 あの会場の皆さんに向けきょびはあまり自社のことについては詳しく申し上げなかったんですけども、あの申し上げたとおり、2034年ですね、えっと、10年後に、えー、定常の発電をすることを目標にしていますし、まあ、そのために、えーまあ、社員と家族にしてです、ね、あの全力で走っていこうと思ってますので、ぜひあの、まあ、弊社だけじゃなくて、ね、核融合全体のことについても、ぜひ応援をいただけると非常に力になりますので、よろしくお願いします。 核融合を思ったより早いって話をしたんですけが、まあ、10年とかかかる時間軸でいうと、まあ、経営者の皆さんからすると、えー、23年の話で儲かんないとだめだよねそれが経営だよねっていうのを思われるかもしれませんがやっぱりこれが核融合の,現,あの現実だとは思っていて、まあ、ディープテックスタートアップの現実だとは思っていてだからこそこういろんな皆様からのです、ね、こうサポートというかいやこの業界来るよねみたいなコンセンサスをいかに作っていくかとても大事だと思っています。なののでででそうういいいったた意味でまあ核融の応援をぜぜひひ本日これまでもぜひしていただいてだると思、うん ですすけれれどももこれからもぜひよろししくお願いいたします僕もまあ同じような意見ですけどもやっぱりその核融合って結局エネルギーなので、まあ、産業の基盤でもありますし、まあ、国の基盤でもあるっていうことで、まあ、皆さんとそのちょっと遠い距離に思われるかもしれませんけど、まあ、それでもやっぱりあの、まあ、皆さんにもあの関連するような技術だとも思うのであまりこう遠いものと感じずにあの、まあ、入ってきていただいて、まあ、皆さんでこう盛り上げていけるといいなというふうには思ってます以上です。 今日、あの一時間という、あの長丁場でしたが、あの、ありがとうございました。あの、改めて、あの核融合の産業、日本から作る、あの三社とも大成功していただき、新たなね。日本の外貨獲得の手段にもなればな、ということを期待してあのおります。あの、皆さんパネリストのお三方に拍手をお願いいたします。